はい、どうもこんにちは、ゆうへいです。さてさてね、今日は京都に来ております。ちょっと用事があって来たんですけども、せっかくなのでね、京都の秋の紅葉を撮っていこうかと思います。いやー、どうなんでしょうね、この道に生えてるこの木、これ結構赤くなってるんですけど、紅葉はねまだもうちょっと先かなとは思うんですけどね。うん、せっかくなのでまあ散歩がてら秋の京都をちょっとだけね堪能していこうと思います。いやー、いいですよね鴨川って。僕最近大阪にいてるんですけどね、時々京都来るんですが、鴨川っていいなと思いますね。まあよくね、京都にいた時は鴨川あるのが当たり前やったんですけども、なくなってみるとね、うん、なかなかいいなと思います。こうやってね散歩するもよし、あと僕ねここよくねジョギングもしてたんですよね。めっちゃいいっすよねここジョギング。大阪にもねこういうところがあるのかな。まあ家の近くにはないんですよね。この川にはね結構生き物もいて、サギとかね、あのカモとかウとかね、鳥がいろいろいたりとか、あとまあ魚もね泳いでますね。何かわからないんですけど、多分鯉とかね、結構デカめの魚からちっちゃな小魚まで泳いでたりしますね。なのでね、そういうのを見てるだけでも結構癒されるというかね、楽しいですよね。めちゃめちゃジョギングに良さそうな道ですよね。まあね、真夏はね日差しがものすごく暑いんですけど、今日とかやったらねものすごく走りやすそう。川沿いをねこういうとこ走ったら気持ちいいですよね。京都っぽい感じのお菓子屋さん、なんか人がいますね。なんか売ってるような感じかな、なんか屋台のような。なかなかね立派ないい感じの神社ですね。さあ行きますか。なんかね紅葉が見たい気分なんですよね。せっかくやから今日天気もいいし、めちゃめちゃね秋晴れという感じで、暑くもなく寒くもなく、いい時ですよね何をするにしても。微妙に赤くはなってるんですよねこの公園の木とかね。さあここが京都国立博物館、初めて来たな。こういう雰囲気なんですね。なんか補修してますね門をね。明らかに閉まっています。このカメラでは分かりづらいと思いますが、噴水がありますね。開館中って書いてありますね。入り口は別のところにあるみたいです。あっちか。
紅葉をね求めてきたんですが、まあ紅葉はない、ちょっとある。でも綺麗ですね。多分もうちょっと月日が流れたらこの表面のもみじが綺麗な赤色になるんでしょうね。うん、ちょっと早い。この際はさぞや綺麗なんでしょうね。今でもこうやって見たら綺麗です。なんかもみじの向こう側に南国風の木が生えてますが、なんやこりゃ。紅葉見たかったけど今日のとこはこんなもんですかね。これも一応赤くはなっております。ここはね、なかなか綺麗なもみじとなっております。まだね、緑の葉もたくさんあるけど色づき始めっていう感じですね。あと 1,2 週間もしたらかなりいい感じになるんじゃないでしょうか。ここだけ見たらね、めっちゃ真っ赤っか、すっごい綺麗。しかし周りはなぜか結構緑。なんでしょうね、この枝だけ真っ赤っかです。さてね、またも見つけてしまいました、綺麗なもみじを。なんかね、赤い葉っぱに反応するという今日なんですけどね。それではこちらです。ほら綺麗でしょ。遠目に見たらこんな感じなんですけどね、近づくとこんな感じ。いやー綺麗ですね。さあさあ、今日はなんとなくね紅葉を見ようと思い立って京都の街をねふらふらしてみました。紅葉ねまだちょっと早かったですよね。ピークよりちょっと前っていう感じで、赤い葉っぱを探してね歩き回るみたいな感じにはなりましたけど、それなりにね満足することができました。もしねよかったら皆さんのおすすめのね紅葉ポイントなど教えてもらえると嬉しいです。それでは今回の動画はこの辺で終わろうと思います。ぜひね高評価とチャンネル登録もお願いいたします。それではまた次回の動画で、バイバイ。